まず久々のランプで撮影をしたことはいかがでしょうか。そうですね、電気も調子だったんですけど、まあ、疲れましたね、はい、初日練習キャッチボールとか目標で疲れましたけど、初日で順調いかがでしょうか。ブルペンではどうですか。3分余りどうかテレビの方はいらっしゃらないでしょうか。はい、それでは続きまして、ご店長さんの方に伺っていただきます。こんにちは。もう待ってる。はい、お帰りなさいって言えばいいのかね。みんなには言われます。言われる。でも今日さ、西武のユニフォーム着てる久しぶりに大好き見たら、はい、似合ってるなぁ、やっぱ。本当ですか？本当ですか？まあ、いや、確かにライオンズのユニフォームなんですけど、まあ、僕行った時というかデザインも変わってるので、うん、はい、まあ、どうかなっていうのはあるんですけど、色味もやっぱ違うので、まあでも、まあいいとは言われるので、うん、でもさ、良かったと思ってます。チームカラーってそれぞれソフトバンク、中日、はい、また西武に帰ってきたじゃない、はい、それぞれ違うじゃない、はい、やっぱ慣れ親しんだ西武があった、はい、そうですね、一番、まあ、当たり前なのかな、やっぱり着るときにこう違和感がない、はい、日本でデザインは変わってるけど、やっぱり、まあ、すんなりこう入ってくるというか、そういう感覚はありましたね。やっぱ待望のあったもんね、西武に帰ってこいっていう。どうなんですか。いや、あったあった。でもさ、日本に帰ってきてから、はい、まあこれ失礼な言い方かもわかんないけど、はい、引退しようかなとか、はい、そう思った時ってあったでしょ。そうですね、まあ考えることやっぱりありましたね。あったでしょ、はい、でも何がこうかきたててるの自分の中で。何ですかね。なんか同級生もさ、はい、辞めてったり引退したりとかしてるじゃない、はいはい、その中で決して自分が満足するパフォーマンスは出せてないと思うんだよね、はいはい、だけど何がここまで引っ張るの。やっぱりその辞めようかなとかいろいろ考えてみて、最終的に何が一番上に来るかってやっぱり好きだっていう気持ちと、やっぱりまだ投げたい、もう少し投げたいっていう、まあ、気持ちが出てくるっていうんですかね、はい、それでもこうネガティブな気持ちが上回っていれば投げていなかったかもしれないですね、やめてたかもしれないです、はい、でも投げたい人と勝負したい人と、はい、いるじゃない、はい、大輔はどっちの方なの。まあ、僕はやっぱり投げられない時期が長かったので、まずはやっぱり投げたいでしたね。まだ投げたいで、投げられるようになった上でやっぱりこう試合投げると、あ、やっぱりまだこういう勝負の世界でやりたいんだなって思うことはありますね、うんうん、はい、鮮烈なデビューがあったじゃない、はい、片岡に投げた155キロという、はい、あのまっすぐがあって、はい、今そんな球投げれないよね。投げれないですね。でもどういうところをこう目指してるというか、はい、その大輔が納得するっていうところって何なの、ピッチングで。ですね、まあ、やっぱりこうプロである以上、チームに所属している以上、やっぱり勝つことが一番なんですけど、それとまたこう別で自分をどう納得させるかっていうんですかね、それはやっぱり若い時とは変わりましたね、はい、だからこう続けこういう状態で続けていく上でどう自分を満足させようか納得させようかってことは常に考えてますね。そのピッチングの、楽しさとか、野球の楽しさをどう自分で、作っていくか、うんうん、それとも若い時とは変わってますね、楽しみ方が。でも納得しないだろ。絶対100投げても次の課題を出してくるタイプだから、はい、
満足はしないですけどね、満足することも若い時にもなかったですけど、うん、でもやっぱりやる以上僕はやっぱり楽しめないとというか楽しみがないと、はい、あの続けられないタイプなので、とにかくどう楽しむかっていうことは考えてますね、はい、闘争心は衰えてない、衰えてないと思います。あのさ、キューバ戦でね、先発した時に、あれグリエルだったかな、右上腕部にライナーが当たった。アテネの時ですか。アテネの時、はい、あの時縫い目がついてるんだ、一回こう裏に入った時に、はい、で、あ、まだ握力がしっかりしてるから行きますって言って行ったんです。いや大丈夫かって言って、強烈なライナーだったから。そうですね、あれは多分野球人生の中で食らったピッチャーなので一番強烈だと思う。そうだよね、はい、いや俺らも心配でさ、はい、やっぱ預かってる身もあるじゃない、はい、いや握力がしっかりしてるから大丈夫です、行ってきます。で6対3アドレナリンもあったと思いますね。特に処置はしないでそのまんま投げて、で、まあ、やっぱり終盤ちょっと怪しかったですよね、握力は、はい、いやだってあのスプレーやらないでくれって。あ、逆にですか。感覚おかしくなるから、それでマウンド行ったの。はい、その精神がすごいですね。いや、だからその記憶がまだ残ってるっていうこと。そうですね、まあ、そういうことでもう投げられないかなって思ったことはないですね。ピッチャーライナーはもう何度も食らってますけど。あ、まあね、はい、でもあのルーキーで最年少で西武に入ってきて、14年ぶりに帰ってきたら自分が最年長で戻ってきて、はい、チームの雰囲気ってどうですか。いや、やっぱり若い子たちが遠慮してるのは分かりますいや、あの韓国でさっき聞いたらさ、なんか塩で食べてたっていうから、はい、いや、寄れないんだよ。あ、でも、あの最初は一人だったんですけど、すぐにあの国が来てくれて、そう、はい、それが木村とか、あの森越が連れてきて、で、それで4人食べて、あのいろいろ喋りながら食べたんですけど、はい、でも、いや、なんか自分からご飯の時とかは、やっぱり、人それぞれのこう多分大事にしたい空間があると思うので、僕が「いや一緒にいい?」って言って多分断られることはないと思うんですけどなんか気ぃ使われるの嫌なんですねだったら一人で食べてよって思ったんですけど、でも栗の方から来てくれたんで、うん、はい、ありがたかったですね。なるほど。今年さ、どういうピッチングを見せたい？まあやっぱり僕は今までずっと先発やってきたので、一番に思うことはやっぱり先発ピッチャーとして、ローテーション1年間戦うっていうことは考えてますね、はい、でその中で、自分が必要とされている意味、必要とされているそのピッチングっていうのがあると思うので、まあ、それをしっかり形にしていきたいですね。なんかね、俺なんか見てると勝ち負けどうでもいいと、はい、大輔の投げてる姿を見たいって、はい、それを願うわ。なんかいやもうそれは本当にありがたいですけど、うん、やっぱりそのプロとしてこうチームに所属してる以上やっぱりチームが勝てないと、まあ勝負だからね、って思うので、はい、やっぱりまあ自分に勝ちがつかなくともっていうのはありますね、うん、もちろん勝てるに越したことはないんですけど、自分が投げた試合でチームが勝てたらいいなですかね。でもやっぱその闘争心のさ、はい、やっぱこう苦しんでる投手陣今、はい、にこう注入してほしいなっていう、そういう願いも首脳陣はあると思うんだよね。ですね、まあ、話には聞いてると実際どうなのかっていうのは僕そこまで見てないからわからないんですけど、でもこうキャンプオープン戦と見てたら、あ、こういうことかってもしかしたら思うかもしれないですね。はい、だからいっぱいやっぱこう会話をしてほしいよね。そうですね、まあ、今日もランニングしながら若い子たちは喋ってましたけど、うん、はい、まあ、少しでも、まあ、話しやすい環境を僕の方から作っていけたらなと思ってます。なんかすごい大人になったねそれはなりますよ。なるけど、はい、なんかすごい可愛かったんだもんあの違うやんちゃでやんちゃでやんちゃだから、かわいいやんちゃだったんだけどさ、はい、すっかり大人に、それはそうですなんだなぜひ、ね、応援してるので、いや期待します、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます、はい。